演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はファミリーマートのローストポークのチョップドサラダを食べたいと思います。ピリ辛ごまドレッシング入りということは、ちょっと辛めの韓国的な味付けのサラダなんでしょう。下にはキャベツがいっぱいありますね。チョップドサラダ、チャンネル登録、こういう細分化されたサラダをお願いします。タレとうまく絡みそうです。あ、ドレッシングでしたね。ではではいただきます。これ一つで満足できるサラダですね。から別は雑穀とよく絡んでいましたね。どちらもスプーンで一気にすくえるので、今後チャーハンとか作るときに参考にしたいですね。チャーハンにキャベツ入れるかなっていう気もしますけど、でもないですが、それ以外のお野菜はシャキシャキで、ローストポークも、噛んだ瞬間に焼きグラとかとはまた違った豚肉の旨味が口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。雑穀が入ってるので、これ単体でも満足できるおサラダですね。前のショップのサラダの時は中にキュウリが入っていたので広い目にいました。これはそれが入っていないのも嬉しかったです。これは個人的な感想ですけど、ね、というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。全部閉園。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。